山内祐介です。25歳になります。兵庫県出身で元航空整備士で、今は脱サラをしてノマドワーカーとしてパソコン1台で稼いでおります。ウィナーズクラブに入る前はやっぱり会社に依存して場所とか時間に縛られてしまうっていう働き方に不満があったのと、国家資格っていうことで仕事が休みの日とか終わった後とかも勉強しないといけない、もう休日が全くないっていう状況に不満を感じて、個人で稼ぎたいなって思ってました。ウィナーズクラブに入って1年で月商が120万円を超すことができました。エヴァンジェリスト戦略っていうのは、自分に商品がなかったり自分の得意なことがない人でも、僕みたいなスキルとかもうビジネスの経験がない人でも始めてすぐに結果が得られるっていう、誰でも始めやすいビジネスで、僕はビジネスとかこれからの起業の第一ステップだと思って取り組んでいます。あった変化っていうのは、一番がやっぱり脱サラをして時間と場所が自由になったっていうところですね。稼げるようになって月収7桁っていうところに行ったんですけど、それ以上にやっぱり自分の好きなことを好きな場所でできるっていう働き方、生き方っていうのにすごく魅力を感じています。ウィナーズクラブっていうのはスキルもなかったり資格もなかったりビジネス経験もないっていう、何もないような方でもすぐに始められて大きな金額を稼ぐことができるような場所になってて、僕みたいに3ヶ月で脱サラしたいっていう夢を叶えられる場所だと思ってます。なので会社に縛られたくないとか、ノマドワーカーとして旅をしながら稼ぎたいっていう方にウィナーズクラブに入っていただいて、環境とかメンターとか仲間を手に入れてほしいなと思います。この動画を見ていただいている方も悩んでると思いますけど、やっぱりその悩みを払拭するのって自分の決断だったり自分の行動が全てだと思います。悩んでるからこそ僕は一歩を踏み出して行動してみるっていうのを始めました。そうすることで僕は3ヶ月で脱サラしてパソコン1台で稼ぎながら一緒7桁を達成しています。なので今悩んでいる方にも最初の一歩っていうのを踏み出してもらって人生を変えていただきたいなと思います。